森の宮剣車場前景森の宮剣車場は大阪府大阪市上東区森の宮一丁目6にある大阪市高速電気軌道の剣車場である本校では隣接していた森の宮車両工場についても説明する1960年に開設中央線と線日前線で使用される車両を受け持つ剣車場で大阪市高速電気軌道の剣車場では 最大の敷地面積を持つ、西日本旅客鉄道の水田総合車両所森の宮支所に隣接している。相互直通運転を実施している近鉄京阪な線の車両が外泊留置された時期もあったほか、車両故障や強襲の場合にも近鉄京阪な線の車両が入庫する場合がある。同じ敷地内に保線部門も所在しているため、保線部門の所属として、 保線車両のマルチプルタイタンパー、レール作成車、構築点検車がある。検車場が保存している車両として、トロリーバスや旧型車両などがある。夏休みの時期には子供向けに見学会を実施している。中央線や千日前線及び、谷町線の車両の全般検査や重要部検査と、境筋線や長堀鶴見緑地線及び、 今里筋線の車両の一部機器の全般検査及び重要部検査などを行っていた施設。検査場に隣接していた。2建物や設備は、築40年を経て老朽化しており、建て替えの必要があるとされたが敷地が狭く、建て替えが困難なため、2016年1月末で閉鎖し、翌2月より、北香谷駅近くにある緑木検査場を全10部門へ統合した。 検社場敷地内に2013年6月開設された研修施設。職員の安全教育を目的として過去に交通局で発生した重大事故の資料などを展示している。2015年からは毎月第4土曜日に一般公開を行っている。2010年8月21日正午ごろ、当検社場内の増築工事における不発弾調査にて、 米国製一ン爆弾の不発弾一発が発見された。なお、不発弾処理、撤去は同年9月26日の午前中に行われている。東欧検査場は太平洋戦争終結まで存在した大阪砲兵、交渉跡地の一角に位置する。ありがとうございます。